やっほー、みさきチャンネル、みさきです。どこ撮ってるん？こんにちは、みさきチャンネル、みさきです。今日はちょっと今から私お出かけするんですね。そのお出かけするところびっくりすんで、ちょっと時間がなさすぎて髪の毛巻きながら動画撮らせてもらってます。いやー、ほんま緊張よ、めっちゃ緊張。なんとなんと、釣り YouTuber、 釣りをしてる方やったら多分みんな知ってる、マスゲンさん、マスゲンさんに会いに行く今から。やばい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 。そのマスゲンさんの釣りガール、マスゲンさんのチャンネルでは釣りガールって女の子たちも一緒に釣りしてるんですけど、その釣りガールのオーディションが今日やねん。私、今カメラマンの企画、カメラマンと勝負というか、バス釣り3年目なんですけど、1回もバスが釣れたことがないと。で、まあ、見かねたカメラマンが今年こそ釣れと、釣られへんかったら AV デビューやと。でも、まあ、私釣るからさ、今年こそええよと。で、いろんなルールがあるんですね。ルールその1、20センチ以上、期間が9月末まで、あと撮影の時だけ、私がプライベートで釣ったよって言うてもそれはノーカウント。もう撮影のカメラが回っててカメラマンがおる状態の時だけ、それがルール。正直さ、その動画開けた時のコメントもそうなんですけど、みさきちゃんには釣れる気がしないと、失礼な、釣れよって思ったんやけど、実際さ、私もさ釣れる気がしなくなってきた。ほんまに釣れのやばいからさ、そこで登場マスゲンさん。マスゲンさんの釣りガールさんたちもその初心者さんが多いんですね。マスゲンさんと一緒に釣りに行って皆さん釣ってはんねん。マスゲンさんのところに、まあ、釣りガールとして弟子入りしたら釣らせてもらえるんじゃないかという、どうも。で、今回応募させてもらいました。とりあえずね、オーディションに行って受かった暁には、もう20センチのバスなんか余裕よ。もうマスゲンさんにかかればこの釣れない私も絶対釣れるから。さあ、もうこれで希望見えてきたやろ。もう釣れる気してきたくない。オーディションにね、受からないと何とも言えないんですけど、え、なんて言うよオーディションで、どうする。え、めっちゃ緊張すんねんけどさ。でもなんかな、マスゲンさんのオーディションに出るということは爪痕残さなって思うでな、関西人としては。え、とりあえずさ入って、みさきチャンネル、みさきです。年齢20歳です。しゃ、じゃあ気合い入れて行ってきます。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。私受かります？わかんないです。逆に受かりたいですか？受かりたいです。釣らせてください、バス。でも十分じゃないですか、こうやってね、あと僕 AV 見たいんで。ちょっともうほんまにあかん、ほんまにダメです。ほんまにお願いします。ほんまにダメです。20センチでいいんで。20これぐらいです。20センチでいいのでお願いします。20、これ3年、え、今何年目ですか、釣りやられて。釣りやってガールになって釣りガールは2年ぐらいですか？その教わるかどうかな。5年ぐらい。もう5年ですか？え、5年目です。そんな長かったんですね。え、私が見てたほうな、めちゃめちゃ何年前とかの動画ですか？そうですね、結構前だった、そうなんですね。エリカさん、緑子さんって結構前ですね。エリカさん、緑子さん、見てました。あ、ほんなめちゃめちゃ前のやつを見てたんですね。え、どれぐらいで釣り始めて、どれぐらいで釣れましたか？一発目、最初、缶釣りやったもんね、アリさん。うん、あれからね、私はすぐやったかも。意外とすぐ釣れちゃいます、意外とすぐ釣れちゃいますよ。釣れます？どれに教わるかなんですよ。あ、もうお願いします。じゃなくて教わるのが面白いんじゃない？教わりたくて来ました。
もう絶対釣りたいんでお願いします。だってその20センチもさ、ハードルが低すぎるし。最初だからね、サイズはもう言わんといてよって言ってたんですよ。一匹も釣ったことないやつにサイズを指定したらあかんと思うと。で優しすぎる20。でそう、じゃあ20は確実にと。優しい、確かに優しいよね。20センチだって20釣ろうと思ったら釣れるよね。結構簡単いけます、うん、じゃなくて結構簡単やからいけちゃうから、ちょっと持ち上げてほしいな。何センチですか？無理無理もう絶対できへん。50は50は厳しいです。もうデビューそれ確定しましたもん今よかった、もう確定してしまった今ので。いや20で、20でじゃあまたあの釣りに連れてってください。まあまたやりましょう。はい、ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、とりあえず帰宅しました。めちゃめちゃ緊張した。とりあえず感想としては、ええ人や、めちゃめちゃええ人や。アリサさんもオッピさんも、なんやろな、すごい優しい。マスゲンさんに関しては、まあ、盛り上げようとしてくれてたんですけど、もうなんせ私ら応募者側がすっごい緊張してたんで、なかなかすっごい空気やったんよ。控え室があってね、その控え室の中もなんかこう何回目かの人が何人かいてはったんで、常連的な感じでおしゃべりしてはるんですけど、もう私も初めてやし、他の初めての方とかはもうピリピリ、えぐい、この空気何ってなって入った瞬間、うん、すごい緊張感、もう手震えてる人もおるし、やばい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 と思いながら、まあなんとかね終わりました。でまたさ、私順番最後やったんよ、ほんまに最後の最後。え、やめてよってなりながら、今順番待って、まあ、ちょっとあのどこが使われてどこがどうなのかわからないですけど、まあ、楽しくおしゃべりさせていただきました。まさげさんでかいな思った以上に背もあるし、あの大きかった。バス釣らせてほしいっていうのは伝わったかなと思います。私のバス釣りたいこの気持ちが伝わったと思うんで、まあまあまあ楽しく終われてよかったです。とりあえずめっちゃ緊張して、はあ、もうこんな緊張したの。私再就職したんですけど、面接の時より緊張した。何この空気がすごすぎて、ま、他の方のともちょっとあの仲良くなれておしゃべりもさせていただいたので、まあ、ほんま今日は楽しすぎた。こんなことないからさ、なかなかない経験をさせていただきました。ほんまにね、まあ、これで、まあ、オーディション受かっても落ちても、まあ、仕方がないかなとも思うので、まあ、受かることを祈ってるんですけど、っていうか一緒にバスを釣りに行ってもらいたい、まあ、そんな感じなんで、まあ、20センチバス釣れるようにちょっとマスゲンさんご指導お願いします。オーディション動画私もめちゃめちゃ楽しみにしてるんですけど、この動画を見終わった後、バスゲンさんの方のチャンネルでオーディション動画見に行ってもらえたらなと思います。お願い、受かってたら嬉しい。